はい。今日の一問答ですね。介護支援分野。認定という単元になります。要介護認定等基準時間の算定方法に関する次の記述は、正しいか誤りか答えを。問題。主治医検証の移動の項目に記入された時間を合算する。主治医検証の移動の項目に記入された時間を合算する。というふうにありますが、これは誤りになります。 要介護に、要介護認定等基準時間っていうのは何ですかって言ったら、これはコンピューターが割り出す1日の介護に必要な時間になります。目安の時間ですね。これを基準時間というふうに言います。で、これは訪問調査員というのが基本調査項目っていうのを埋めて、これを持って帰ってくるわけですよね。基本調査項目っていうのが74項目あるわけですけど、 これがそれぞれどこに該当するかっていうのをチェックして、訪問調査員っていうのが帰ってくる。で、この基本調査74を元にですね、コンピューターでその人の1日の介護に必要な時間っていうのを割り出すわけなんですね。これを基準時間というふうに言います。この人は30何分とか、この人は40何分というふうに割り出すわけですね。これの元になっているのは、基本調査項目だけです。訪問調査員が書いてくるですね、突起事項とか、 あるいはかかりつけ医、主治医さんが書いてくれる主治医検証というものは、これは関係ないんですね。基本調査項目だけで算出するのが、この基準時間というものになります。よってこの設問というのは誤りということですね。ちなみにコンピューターがその時間というものを割り出すわけなんですけど、これはどういうふうに割り出しているかといったら、1分間タイムスタディデータによる受刑モデルというですね、 一分間タイムスタディデータによる受刑モデルですね。こういうような特別な算定方法というのがありまして、まあそれに基づいて、まあ時間を算出しているということですね。で、この一分間タイムスタディデータによる受刑モデルというこの言葉自体がですね、過去に一度取材されていますので、まあ一応、これは頭の片隅にでも置いておくといいかなというふうに思います。まあポイントとしてはですね、この基準時間というものは基本調査74という基本調査項目だけで割り出すというところを頭に入れておくといいですね。 で、この基準時間と、あと主治意見書と、それからもう一つ突起事項。この三つをもとに一時判定というものを出します。で、その一時判定の結果と、また主治意見書と突起事項ですね。えー、この三つを踏まえて、介護認定審査会が、まあ、あのー、二次判定というのを出します。正式に二次判定という結果を出すわけですね。要介護3とか4とか。まあ、そういうような流れになっているっていうところは頭に入れておくといいかなというふうに思います。 ということで、要介護認定等基準時間の算定方法について問うている今日の問題ですね。主治医検証の移動の項目に記入された時間を合算するという、この問題がありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。